松本さんですが、はい、松本人志、これもあの新潮まで参入しちゃってですね、来ましたね、新潮はもうライバル誌なんだけども、これをなんていうかほっとけないっていうんですね、松本人志騒動5つの謎っていうのですね、あの特集を、まあ、組んでるんですけどね、はい、文春はですねさすがに先行してるだけですね、はい、今回はですねこれはまたどんどんえぐくなってきました、ね、そう、はい、ホテル室内写真と女性セレクト支持書、はい、松本人志がですね、こんな女がいいと、はい、そうです、言ってるですね、支持書が出てきた、支持書までですね、はい、入手した、入手して出しちゃってる、はい、これまあもちろんその筆跡鑑定してるわけじゃないから、はい、確かに似てると、はい、弱い筆圧で書かれた文字だが過去に松本が書いた文字と筆跡が酷似していると、うん、すごく似てると、うん、また随所に松本の女性に対するこだわりが執着がこだわりと執着を抱えると、うん、どんな支持してるかというとですね、マクドナルド、スタバ、高校や中学の先生、弁護士、弁護士ってひらがなで書いてるところがあるですね、はい、広報の女、広報の女っていうのが分かる人妻、かっこ子供なし、こういう女連れてこいとこういうね支持書なんですよ、はい、そして NG の項目には茶髪、茶髪はダメなんです、はい、モデル、モデルもダメです、はい、飲み屋、はい、飲み屋だ美容師、はい、アパレル、アパレルもダメなんだ、はい、松本が普段会えないようなタイプの女性を求めていることが分かると、はい、こんなものまでスクープされちゃってですね、そうですね、これはまあその筆跡鑑定すれば分かるんでしょうけど、まあ、偽物でもないと思いますよこれ、多分そのなんか一貫性はありますね、うん、今までの取材とは、うん、はい、あの内容的にはだからこれはどうなんですかね、阿波さんはこれはあんまりジャンルじゃないけどどうなの芸能の答えだったらあのねだけどね、その新潮はね、うん、その裁判のこと言ってるんですけど、はい、松本さんはその裁判で戦うと、うん、こう言ってるわけですよ、はい、だけどこれがですね、松本氏が訴えるのは週刊文春なんだよね、なるほど、女たちを訴えるわけじゃないですよ、なるほど、女たちを訴えるんだったらそこでこうやり取りができる、やり取りができるんだけど、だけどその文春を訴えると、うん、で文春はこれだけたくさんの女性たちに聞いているから、はい、最悪その真実相当性、うん、信ずるに足ると、はい、あんだけ女の子たちが証言してんだから、うん、その信じてもしょうがないでしょと、はいはい、こういうとこに持っていけるわけです、はい、そうするとその文春が負ける気遣いはないんですよ、うん、はっきり言ってね、はい、だけどその女の子たちはその松本もそのさすがに訴えられないから、うん、そうすると文春、要するにですね、これはあの犯罪被害者支援にも取り組む弁護士の上谷さくらさんという有名な弁護士ですけど、彼女が言ってるんですけど、性的被害があったのかどうかを当事者間で争う裁判であれば法廷ではストレートに同意の有無が争点になってきますが、あくまで今回は報道した側、文春が記事で松本さんの名誉を毀損したかどうかの裁判です。そのため性被害の認定が曖昧なまま文春だけが独り勝ちする可能性もあり得ると思います。まあ多分そうなるんだよね、うん、これはね、はい、その真実相当性になっちゃうからな、うん、松本さんこれ裁判に集中するって言ってるんですけど、うん、もはやこれテレビにスポンサーが降りてますんで、もうテレビ出ても、うん、まあ、叩かれるだけだし、うん、このままもう引退するっていう流れしかないんじゃないかなというか、うん、まあこれが真実かどうかはわからないですけど、うん、あのすでにもう社会的制裁を受けた形にはもうなるっていうことにはまあそうそうだよね、なりますね、これは、うん、はい、あのまあ、これだけたくさんの女性たちがまあ証言してるから ね、はい、でこれはあのどうなの、そのじゃあテレビ局は、はい、まあ、全部その、うん、もうじゃあ下ろしちゃうと、はい、もうやらないと、そうですね、昨日やってましたね、なんかね、あ、録画したやつを録画したやつやってんだけど、もう残してそれはいいのか、録画したやつは、いや、まあさすがにもう編成上できないっていう感じだったんじゃないですかね。いや見てたら昨日やってるからね、はい、あれと思って、はい、何の注釈もついてなかった、まあ、僕熱心に見てなかったら、ね、あの、はい、どっかで出てたかもしれませんけど、うん、でテレビ局はできませんと、はい、大手の、うん、でこれ例えばそのネットとか、うん、その今いろいろありますよね、はいはい、あのそういう番組が、ね、アベマとか、はいはい、ああいうとこは出られるの、出る可能性ありますよね、うん、
YouTuber になる可能性もあると思いますし、まあもう十分に金は貯めてるので、うん、まあもちろんね、はい、もう出ないんじゃないかなと僕は思いますけどね、新助、はい、みたいにね、あ、そう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 、うん、それで思い出したのは新助、はい、さん、うん、あの島田新助さん、はい、私会ったことはないですけど、うん、年が一緒なんで、あ、そうなんで、やっぱり、うん、うまかったし上手だったしね、あれがそのまあ暴力団のことを言われて、ね、はい、やめるってもう出ないとやめって言ったんですけど、うん、ね、当時はどうせそのうち出てくるんだろうと思ってましたけど、本当にそのまま出なくなったのは、うん、まあそうだね、芸の面からいけばもったいないなと思うんですし、まあもったいないですけどね、ただそういうのだったらどうなんでしょうね、あの、うん、やっぱりそういう黒い付き合いがあったんだろうと、はい、からと思っちゃう人もいれば、はい、もうあのね、そんなありもしないことを言われるようなので嫌だというふうなことなのかっていうのが、うん、まあ、僕取材したこともないから分からないですけど ね、これはあの出なくなるということが、うん、いい方に行くのかどうかっていうのはちょっと分からないですね、うん、ただまあコンプライアンスって言われるものがもう今日本中も広がってて、でもうその芸人の話術の中に人をいじるとかっていうのがいじめっぽくでは捉えられてしまって、そういう場合もあるんだね。それをまあ例えばもうデブとか言えないとかね、年寄りだとかも言えないっていう、そういうあのなんかね、志村けんがやってたネタとかも全部もう今はアウト、今はアウトなの、バカ殿でやってたあのそっちはあれ何、再放送できないのじゃって言った時に、再放送してんの16でございますって言った時の志村けんの意見はもう言えない、今絶対アウトじゃない、はい、もうそれはそうか昔は、うん、笑ってましたけど今それ放送的には NG になっちゃってるっていう、もうじゃあ再放送とかはできないんだね、もう再放送してないと思うんですよ、そこら辺の激しいやつ、うん、あ、激しいのはね、松本は自分 の、 その、うん、YouTube とか、はい、あるいはその新しいメディアとかで発信することは可能なの、れそれは可能ですよ、でもその新しいメディアなんかも、はい、あれは何、そのスポンサーはいないの、 YouTube とかは、うん、まあ、勝手に設定されるので、まあ、YouTube はね、はい、うん、なので全然、うん、まあ、YouTube 過去にいろんな事件を起こした人が YouTuber として出てる人もいますので、うんうん、あまりにひどい事件の時は、うん、もちろんチャンネルバンされてますけれども、あの YouTube 上でおかしなことを言ってない限りは、うん、発言権は割と認めてると思います、うんうん、はい、うん、でアベマとかああいうところでできるの、アベマは出る可能性、でも松本さんも出ないんじゃないですか、あ、本人がね、もう本人が、うん、そのなるほど、はい、あの新助と同じような、そうそうそう、感じでね、自由に分にあるっていうのもありますし、うんうん、だから そういう意味ではもったいないっちゃもったいないんだよね、はい、あれだけの才能をね、そうです、もったいないです、うん、でただもうあのジャニーズの問題もそうですし、うん、今回の女性の方も人数がたくさん出てきた場合は、もはや事実相当ということにはどうしてもなるかな、これ1人か2人だったらなかなか戦えるけどね、戦えるけれども、これ今7人か8人ぐらいまで来たじゃないですか、東京だ大阪だ福岡だとかなってるからね、組織的しかも手口みたいなところまで出ちゃってますんで、これはひっくり返すの相当難しいじゃないかなというふうに思いますし、ただまあもともと芸人ってそういうのがあった業界だったと、テレビってに出てる人っていうのはソウルだったんじゃないのってみんな思ってたことを、まあみんながやっちゃってたんだなというふうに思ってたの、そういうふうにいや、こんなのあるでしょと、あ、いうふうに僕らは思ってましたよ、そうか、あ、こんなもんだろうと、まずいだろそれは、え、まずいっていうか、テレビ関係者っていうのはやっぱ常にそういうのを、まあ芸人に限らずですよ、うん、現場にいた、うん、あのテレビのディレクターだとか、うん、あのプロデューサーとかもそういうのをやってたんじゃないのっていうのは、まあなんかもう普通に、みんな思ってると思いますけれどもね、雑誌なんかそういうことないな、雑誌は規模が違うんだね、雑誌はちょっと気の毒ですねいやいや気の毒っていうか俺が一番嫌なのはあの、はい、世間役の芸人だね、あ、はいはいはい、その松本の関心を買うためにさ、はい、その女の子を斡旋すると、うん、それがまあもちろんそれは自分もなんていうかメジャーになりたいっていうような気持ちがあって、そのしょうがないとこ、しょうがないっていうかその、はい、あんまり否定してもかわいそうかもしれないけど、うん、しかしそんなことまでしなくてもいいと思いますけどね、僕はね、でもやっぱり残っ
生き残りかけて、やっぱ松本さんに気に入られようとって思って動いてたんじゃないかなっていうふうに、しょうがないというか、まあ、でもそれ自分で選んだっていうことですよね。本来それは嫌だから、まあやりませんというふうにするのか、やっぱりそれがないと生き残れないと思ってやったか、好きでやったか、わからないですけど、そうかな、はい、僕両方割と好きな芸人だったんですよ、パンクブーフも好きです、ああそうなの、はい、そうか、はい、そう好きだったそう好きな芸人だったんですよ、ね、若干笑えなくなっちゃうっていう感じ、週刊新潮ではですね、作家で演芸評論家の吉川牛尾さんが言ってるんですけど、うん、藤山神宮勝新太郎は玄人さん芸者や水商売の女性と遊ぶのを美学としていましたが、それは彼女たちが己の分をわきまえて適齢金さえ始めば口外しないから、そうしたお金をケチって暴露された総理大臣もいたけど、これ誰ですかね、宇野宗佑さんですかね、はい、昔の芸人は綺麗に払っていたもんですよと、はい、ね、うん、売れっ子なのに男が女の子に対してタクシー代しか払っていないのはダメだよねと、ましてや遊び相手をしてくれた子に1万円とか5000円ってあまりにせこすぎると、帰りに何か美味しいものでも食べてってとか言って50万くらい渡してごらんなさい、あんまり褒められたことじゃないし相手も嫌な気持ちにはさせるかもしれないけど今回みたいな騒動にはならなかったのではと、まさに本当そうだよね、そうでしょうね、芸能リポーターの、城下隆之氏が指摘するには、上の世代の綺麗な遊び方を知らないまま人気者になるからトラブルが起きるのでしょうと、私も勝さんに銀座の高級クラブに連れて行ってもらいましたが、連れのお客が女の子の嫌がる下品な話をしていたらさりげなく別の話題に変えて助けたり、酒の弱い私に無理せず自分のペースで飲んでと囁いてくれたりして、ホステスさんたちからも勝新太郎さんは好かれてましたと、たけし軍団の去る方から聞きましたが、たけしさんは川崎のソープを貸し切りにして軍団のメンバーを全員引き連れていく、店にとってもありがたいし軍団も人目につかないから助かる、後輩の面倒見も良くて豪快にお金をかけて遊んでいたそうです、全員に言ったら分かりそうな気もしますがそれから志村けんさんはですね、うん、交際する女性が一人常にいていくらでも制限なく使えるブラックのクレジットカードを1枚渡していたそうです、別れ際も文句を言われないようにまとまったお金を渡していたと、私が何百万か渡すんですかと聞いたら桁が一つ違うよと、要は1000万円単位だったそうです、うん、はい、他の記事でもこういうの書いてましたよね、あの志村さんについて、うん、だからまあそのぐらいのね、その覚悟をしてね、うん、そのお金がないわけじゃないんだから、はい、そうですね、うん、遊ぶんなら遊ばなきゃいけなかったということなんですかね、これね、まあ若手芸人に女の子連れてこいは別にいいと思うんですけど、いいの、その後がやっぱりその手口っていうか、うん、逃げられないようにしてたっぽいっていうのが今回やられてるこの手口が一番まずいかなというふうに思いますけど ね、うん、それでぐるぐる回したりしてるのかな、はい、うん、そう、しかもなんか2組あったとかね、うん、その何時から何時まで、ね、でその後入れ替えて別の女の子を何時から何時は来るっていう、松本さんもタフだね